こんにちは、こんばんは、おはようございます。後半戦でございます。後半戦は、前半戦で道の駅で購入したこのほうとうですね。ほうとうを本日のディナーにしようと思っております。で、多分ね、睡眠不足で疲れてると思ったので、もともと野菜入りのものを買いました。で、ここに足りてない白菜だとか椎茸とか油揚げとかは後で購入したので、そちらを中にぶち込んでいく流れですね。で、あとはもうセブンイレブンで買ったものばっかりなので、今日はゆっくり過ごす予定です。やっぱりチェックアウトが遅いといいですよね。本当にゆっくりできる。で、静かな雰囲気で、周りも全然人いないんで、これは楽しめそうですね。では準備しまーす。あー、夜の炊事場いい雰囲気。炊事場たまらんすよね。団体で来た時とかは数人とかが抜け出して、この辺でちょっとね、語らったりするっていう光景をね、憧れますね。火起こし開始でございます。お腹空きすぎた。あちらもね、バーベキューテーブルの方もね、火をつけました。ちょ、ただね、火がね、全部テントの方に行ってやばい、座れない。はい、まだね、火がつかないので、待ってる間に、もう喉乾いたんで、本日はコロナいただきます。よいしょ。いやー、よし。うますぎ、うますぎる。燃えろ燃えろ、燃えるんだ、燃えろ燃えろ。はい、やっぱり役立つねこれね。さっき、ほうとうの準備をしようと思って、南部鉄鍋出したんですよ。そしたら、こんな光景が、閲覧注意ですね。今からカウントするので、見たくない方は見ないでくださいね。3、2、1。はい。カビ。おびただしいほどのカビ。まあ今日2つ買わないんで、鍋の方だけ、さっき洗いましたけど、これはまた明日洗って完全に乾かしましょう。やば。他のテントから焼肉のいい香りがこちらに届きますね。今回は焼肉買ってないので、我慢したので、やっぱ焼肉の匂い最強ですね。私は今裂けるチーズを食べてます。ソーセージだけは一応セブンで買っといたんですよ。よかった、買っといて。おお、火がかわいい。あと、ししゃもとかね、何かしら焼くものは買っております。おお、あちゃ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 。とまともな飯にありつける。今回は焼肉のソースもなしですね。いただきまーす。うん。ん？チーズ入ってんのかなこれ。うめえ。やっぱ肉だわ。椎茸タン。今日はね、なんとエビを買っていないんですよ。もう焼き物があとこれとシシャモしかないのかな。ええー。
マジでこれバーベキューコンロ使う必要なかった気がするな。まあいいや、椎茸いただきまーす。ちょっと醤油が濃いな。うますぎるんだけど椎茸。ほうとうの準備を開始しました。今水を温めてる状況ですね。さっきの蓋がねカビ生えてたんで使えないのが痛いですね。沸騰させるのにまだメインにたどり着けないですね。お湯も沸かないし。よいしょ、本搾り。この後日本酒行こうかな。ほうとう食べながら日本酒でいいかなと思いますね。いただきまーす。うん、あ、ああ冷った。いや今日ね最高のゲップが、すいません、気温がちょうどいいっす。過ごしやすい。はい、じゃあ沸騰したんで麺をぶち込みます。よいしょ。これで結構また煮込まなきゃいけないんで火足さないとやばそうだな。なんかね12分茹でなきゃいけないらしくて火加減が難しいわ。なんか鍋だったらねとりあえず温めときゃいいわってなるけど、麺の場合一回そうめんの悲劇があるんで、あんまり火加減弱めちゃうとドロッドロになるんですよね。また怖い。だから常に超強火でいきます。12分経ったのでとりあえず野菜入れました。かぼちゃとかも全部入れました。ただねこれは危ないかもしれないですね。でこれ見た目的に前回のすき焼きとほぼ変わらないという形になっておりますね。あとは味噌入れてどうなるかですね。サムネ取り。味噌も投入しました。あとは美味しくできてるかどうかですね。これ不安だ。やっと完成しました。あのね舐めてました、正直。おっとぼやけた。いただきます。麺類はねあの火加減本当に気をつけないとぶよっぷよになっちゃうから気をつけないと。これは普通の鍋の方が楽だな。いただきまーす。うんうん、美味しい美味しい。よかったけど麺がやっぱり柔らかいな。これだったら全然食べれます。美味しい。これ本当にあの白菜があってよかったです。白菜なかったらバクバク食えてないかもしれない。白菜と油揚げとか自分たちで追加してよかった。美味しい。ほうとう美味しい。今後半にかけてねだいぶ美味しくなってます。味が濃くなってきて白菜とかも全部、油揚げとかも全部今追加して結構食えちゃいますね。なぜかねバーベキュー台でやった方が沸騰するんですよね。簡単にわかんないな。焚き火台でねやった時は全然だったんですけどね。火力思いっきり強くしてもこっちでやった方が良かったのかな。ごちそうさまでした。この汁を余熱で温めつつこちらでシシャモを焼くと。そしてセブンで買った八海山をいただくと。ああいい音。八海山なんだかんだね飲みやすいですからね。安くて。いただきまーす。これスルスルいけちゃいますね。そしてこちらしめ鯖ですね。これもセブン。いやー今日は本当にゆっくりできてます。
あとはあちらの火がね、まだ焚き火少しできますんで、焚き火楽しんで、日本酒楽しんで、今日は寝たいと思います。この後はカメラも何も撮影せず、ゆっくり過ごして眠気に任せます。では先におやすみと言わせてください。おやすみなさい。おはようございます。朝は8時半です。ぐっすり寝られました。ぐっすり。そして富士山が半分見えてますよ。やっとこの後全部見えないかな。ちょっとお手洗い行ってゆっくりします。富士山がひょっこり頭を出しました。この風景を見るとやはり来てよかったなって思いますね。これはカメラ越しだとね、伝わらないと思うんですけど、圧巻ですね。ほんと独特の世界観、このキャンプ場。うわー、すごい迫力。では朝ごはんの種なし巨峰半額をいただきます。テントの近くだと暑すぎるので、あえてこちらのね、炊事場のテーブルでいただきます。では巨峰いただきます。味噌汁も買ったんですけど、暑すぎて飲む気しないので飲まないです。うまい。やっぱり巨峰に限りますわ。だいぶゆっくりしました。気持ちよくて日陰でね。ではゆっくり片付け開始。現在11時ですね。午前11時片付け終了しました。今回はあまり荷物出さなかったんで、片付けも早かったですね。1時間ちょいで終わりました。ふもとっぱら、天気に左右されるところはもちろんありますけれども、ゆっくり楽しみたいときはかなりおすすめですね。さすが聖地と呼ばれるだけありますね。雰囲気がね、本当に独特な感じでした。そして富士山がもうちょっとクリアに見えたら、もっと楽しめましたかね。楽しめたというか味わえましたね。ではこの辺で、今回のキャンプ動画は終了させていただきます。皆さんもよかったら、概要欄からチャンネル登録、高評価など押していただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅、ではまた次回の旅で、バイバーイ。帰りなんですけど、山梨の、ふもとっぱら寄りというんですかね、西の方、初めて来たのですが、これはね、いいわ。牧場だらけで北海道走ってるみたい。この空気感の山梨初めて、大興奮でした。ドライブしてても。おすすめ。ドライブとしてもおすすめ。